赤松勝丸12月4日から1955年12月13日は、大正昭和時代の社会主義運動家で、その後左翼活動家、国家社会主義運動家に転じた。衆議院議員。山口県徳山市に、浄土新州本願寺派徳王寺住職、赤松寺市堂、安子の四、男として生まれる。赤松連城の孫にあたる。 徳山中学校に進学するが4年次在籍中の1911年に校長排斥運動から同盟休校を起こし退学。中学検定試験に合格して旧正第三高等学校に進み、1915年に東京帝国大学法科大学政治科へ入学した。帝大在学中に勃発したロシア革命の影響を受けて、 宮崎龍介や石渡春夫と相談の上で1918年12月に新人会を結成。指導教官だった吉野作造教授にも協力を仰いだ。1919年に東京帝大を卒業すると東洋経済振興社に勤務し座し、解放の編集に携わるが、2年後には日本労働総同盟に参加。さらにその翌1922年には、 日本共産党に加わって中央委員に就任するも検挙され極中転校。それ以降はむしろ無参党の中でも右派の立ち位置を取るようになり、1926年に労働農民党から分裂した社会民主党の決闘に参加し中央委員となった。1928年の総選挙では恩師、吉野の故郷だった宮城一区から立候補するも落選。 1930年には社民党書記長に就任するが、この頃から社会民主主義からさらに右派的な国家社会主義への関心を深め、翌1931年には石川純十郎、津久井達夫ら右翼活動家とともに日本社会主義研究所を創設し、3月事件や10月事件にも関与する。同年10月21日に、 社民党の中央執行委員会によって、片山明、小池志郎、島中雄三の3詞を派遣し、同年11月22日には3氏の報告に基づき、万望問題に関する決議を発表したが、その決議では、日詞の無産大衆の生活利益のために、万望を社会主義的国家管理体制に移行させ、両者の共同経済を樹立することが、 万望問題の真の解決につながると、ともすれば国家社会主義的な色彩の濃い内容だった。この決議による国家社会主義派の優勢を見て、1932年1月18日に社民党新運動方針が中央執行委員会で可決されたが、同年3月21日に大阪で開かれた官業、労働総同盟の中央委員会が、 社会民主主義を擁護する立場から赤松の国家社会主義に反対の声明を発表。さらに鈴木文治や西尾末広などが赤松の動きを社民党自体を新軍河川と非難するに至り、4月15日に赤松は一派を率いて社民党を脱党する。社民党を追われる格好となった赤松は日本社会主義研究所のメンベ々や、 全国労働大衆党を離党した小池志郎、独自に農民運動を率いていた平野力蔵と共に5月29日日本国家社会党を結成し、自身は党務長に就任した。しかし、国家社会主義から科学的日本主義に向かう赤松と、あくまで国家社会主義の側に立つつくい、平野らが対立。結局赤松は国家社会党を離党して、 国民協会を設立し、雑誌、国民運動を発行。1937年の総選挙で、北海道4区から立候補し初当選し、初めて国政進出を果たした。右翼団体を束ねる、次局協議会内で、議会進出と、新党結成を掲げてきた赤松は、同年7月に、江藤玄九郎、関春英津久井達夫、小池志郎、 下中や三郎らの右翼活動家とともに日本革新党を決闘し党務長となり9月には陸軍の依頼で上海派遣軍報道部に所属新体制運動には積極的な協力姿勢を見せ体制翌3回が結成されると初代企画部長に就任したがその後は翌3回でも主流の座から追われ1942年の 翌山選挙でも、非推薦候補となって落選した。戦後は戦争協力の罪により公職追放となり、追放解除後の1953年に、日本産業協力連盟を設立、理事長として、労務管理に携わるが2年後に癌により死去。61歳。祖父は、西本願寺の重鎮、赤松蓮城、父、寺志堂は、与さの鉄管の実刑に当たる。 長兄の赤松里史上は、浄土新州本願寺派の僧侶の傍ら宗教学者となり、次系赤松新丸は医学者、三兄赤松義丸は洋画家となった。弟の赤松五百マロも兄を追って政治活動家となり、和歌山高等商業学校で教鞭を取った。妹赤松つね子は前線同盟での活動を経て、戦後右派社会党。 民社党の参議院議員となっている。妻の秋子は、恩師、吉野作造の次女。秋子との協約で、バーバラ・ドレイク、英国婦人労働運動士、著作、婦人解放論などがある。玉霊園の吉野作造が眠る、吉野家には、赤松秋子の刻みはあるが、勝丸の名はない。勝丸の墓所は不明。ありがとうございます。